はい、佐渡市学園のマイニング講座第2回目ということで、今回はマイナーについてもう少し深く掘っていこうと思います。では、今回もキシン君、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい。今回は、マイニングのビジネス的側面をちょっと紹介していこうと思います。マイナーっていうのも、ただで仕事をしているわけじゃなくて、基本的にはお金儲けがしたい、ビットコインが欲しいっていう気持ちでマイニングしています。ちなみに、ここにちょっと注釈で書いたんですが、マイニングを煽る投資詐欺みたいなのがすごい多いなって思ってて、多分これってみんなマイニングがどんなものか分かってないからなって言われても納得するだと思うんですけど、基本的に投資詐欺の共通点として一般人からお金を集めてることがあるんで、この動画とかを見て勉強しましょ まあ一時期クラウドマイニングとかっていうんですけど、めちゃくちゃ流行ってましたね。う。まあ要は投資をすると裏でそのお金を使ってマイニングしてくれてあなたにお金を返しますみたいなモデルなんだけど、結構やっぱ大部分が詐欺だったっていうことでしたね。はい。そう、昔は知らないけど、今時だったら多分今は結聞かな構いね、よおね。金を集めるの簡単だから、そのマイナーも、本当に儲かる話ならマイナーが勝手に銀行そとうかね。から資金調達してくると思います。まあ良くも悪くもだから事業化したというか、自分でお金も借りてきたりとか、大きいなんか産業化した感じがします。昔はもう少しなんかこう、いろいろグレーなところが多かったんで、お金さえあれば、マイニングしてあなたにお金返せるよって言って結構みんな信じる人が多かった印象です。最近はあんま聞かないですね。で、マイナー、基本的にビットコインの場合、誰でもマイナーができます。そのビットコインのノードのソフトでマイニングをオンにするだけでマイニングはできるんですが、1本目の動画、前回の動画で、言った通り、これはあまり現実的ではない。今やマイニングは本当に産業みたいになってて、みんな専用の機械とかをいっぱい用意して大量に電気を使って、その対価として報酬を得る。本当にもう事業としてやってます。で、これは、ちなみに何度も言うけど、そのリスクを取ってる事業で、なんかノーリスクの不労所得みたいなものじゃなくて、かなりもう殺伐とした世界。他のマイナー全部敵みたいな世界です。超絶やっぱ競争激しいって言いますね。やっぱ中国なんかとかでも。で、マイニングに限らず、大体のビジネスって、収入ってどこから入ってくるのとか、支出ってどこに行くのっていうふうに表せると思うんですが、マイニングってすっごいシンプルで、この今画面に出しているような、方程式みたいなもので表せます。で、上から説明すると、マイニングの収入っていうのは本当にシンプルで、そのネットワーク全体のハッシュレートのうち自分が占める割合、例えば、ネットワーク全体で、前回の例で言えばカードをひっくり返す例を出したんですが、その100回カードをひっくり返すうち自分が10回ひっくり返してたら、10分の1の確率で自分がブロックを見つける。なので、その期間の新しく発行されたビットコインとか手数料とかの10分の1ぐらいは自分のものになるだろうっていう見通しがつきます。だから収入は結構見通しやすいというか、現時点での収入は見通しやすい。逆に支出の方も、その機械ごとに使う電力の量とかっていうのはもう分かってることだし、その機械を置いてる倉庫の賃料とか人件費、あとなんかマイニングプールの費用とか、そういうなんか運用維持にかかる、継続的にかかってくる費用と、あと最初に機械を揃えたりするのにかかる設備投資、その2つの支出があります。こんなマイナーですが、マイナーって何を考えて事業してるのか、これを考えるのが一番、分かりやすいかなと思います。マイナー、まず報酬はやっぱり入る、もらえるものは全部もらっておきたい。なので、手数料の高い取引から含めるって書いてるんですが、ビットコインって手数料、トランザクションに任意の手数料をつけられるわけですね。で、例えばネットワークが混雑してるときとかは、高い手数料を払うと、早く、ブロックに取り込まれるじゃないですか。で、あれっていうのは、マイナーがなるべく収益を上げたい。で、その中でもう高いトランザクションから突っ込まないと、他のマイナーがどうせ取っちゃうから、高い手数料を払うトランザクションから優先して取り込んでる。そういうのはもうこのマイナーの心理というか、経済的合理性から来ます。これ重要で、だね。手数そう料ですね。の説明をした時もこういう話ちょっとしましたけど、そう。マイナーは単純にお金をたくさん稼ぎたいので、で別にどのと、基本的にはどのトランザクションを入れても OK だから手数料高い。
ものから入れてきますよっていう。だから早くマイナーにブロック掘ってほしい、ブロック掘ってほしいというか、掘ったブロックに自分のトランザクションを入れてほしいんだったら、まあ、ある種の賄賂を渡すというか、お願いしますって言ってたくさんお金を払うってことですね。はい、ですね。手数料については、まあ、手数料の回があるので、はい、そっちの方を見てください。こちらをぜひまとめてください。はい、で一方で費用の方、もちろん費用もなるべく抑えたい。で費用っていうのはランニングコストのものと初期投資のものがあったと思うんですけど、まあ、主にランニングコストの方に集中していることが多いですね、うん、そのマイニングの、まあなんかコストの議論が、ね、これは例えば電気代が安い地域に引っ越そうとか、まあ電気代の大半は実はこのマシンの冷却に使ってるんですが、まあ、例えば寒い地域に引っ越したら冷却が効率が上がって、電力が節約できるとか、あと逆になんか倉庫とか人件費っていうのは、まあ、大きい、マイニングファームっていうんですけど、まあ、その大きい場所を借りてたくさんのデバイスを置いても別になんかその分人件費がかかるとかその分、賃料がかかるとかじゃなくて、スケールするんですよね、やっぱり賃料とか、人件費っていうのは。なので、まあ、施設の大型化とか。で、あと最後に、まあ、採掘してるのはビットコインなんで、ビットコイン価格が上がってほしいっていうのも、まあ、基本的にマイナーが、全部考えてることだと思っていて、これまたすごく大事なことで、まあ、今回はあんまり話さないんですが、まあ、マイナーがビットコインのネットワークを攻撃しない理由の一つではあります。ネットワークを攻撃するとなんかビットコインに悪影響なんじゃないかなみたいな、まあ、ビットコインのマイニングもかなりその金融化してるというか、まあ、価格をヘッジしたりするのも当然のようになってきてるっていうのは、まあ、よく今も聞きますけど、でも同時にマイナーはやっぱりビットコイン結構持ってるって話も聞きますね。別に掘った後にいろいろかかるコストを払って、まあ、手に入れたビットコインを売って、まあ、法定通貨円とかドルとかに変えて、まあ、それで利益でもいいんですけど、実際やっぱビットコイン長期で持ってるマイナーも結構多いみたいですね。まあ、だから単純にこの、まあ、我々と一緒ですよね。ビットコイン買ってる人たちとそこの心理は同じだと思うんですけど、まあ、持ってたら価格上がるかなってことで多分マイナーもそこは一緒ってことと、あとここに書いてないもので、なんか結構一個自分が読んだものは重要なのは、マイニングをしてる地域の法律とかの安定性とかも結構重視するっていう話をしていましたね。だから例えば中国とかだといつ禁止されるかわからないっていう、その不透明感とか不安とかっていうのがあるんで、それだったらじゃあもう少し法律とかが安定してる、じゃあ北米アメリカとかカナダで掘った方がいいかなとか、ちょっとヘッジでそっちに施設を動かしたりっていうのもあるよ、うん、そうですね。なんか借金して、まあ、すごい初期費用を投じてやってることが多いので、例えば差し押さえられたり、まあ、一時期でも操業を止められてたらすっごい損失なんですよね。だからそういうことが理不尽に起こりにくいところの方がいいっていう側面はもちろんありますね、うん、いやだからここまでね、いろいろ考えてやってるってことなんだよね。要は、まあ、マイニングでお金を儲けたいっていうだけなんですけど、全然不労所得じゃないです全然不労所得、もうめちゃくちゃもうすごい競争で、やっぱ自分も最初にあ、マイニングするためだけにわざわざ寒冷地に行くとか、そういうとこまでやる。まあこれ結構前の話ですけど、今は当たり前なんですけど、結構そういう話を聞いた時に、やっぱそこまでちゃんと考えてやってるんだってことで、自分とかも含めてマイナーが細かく何をやってるかってのはよくわからない部分が結構多いんですけど、いやもうすごいよ。もうめちゃくちゃいろいろ考えてる。びっくり。なんか一回中国のマイナーみたいにちょっと話したんですけど、もう言ってること全然わからなかったですか。レベルが高すぎて。なんか知識の差が違いすぎて、あ、それはダメだよとかってマイニングでやれちゃうんですけど、レベル高かったです。はい、で、まあ、寒冷地に引っ越すとか、電気代が安いところに引っ越すとか、そういう話をしたんですが、マイナーの分布っていうのも、まあ、推定することしかできないんですが、一応、まあ、いろんな推定があって、大体大雑把にまとめると、半分強が中国。なんで中国にいるかっていうと、電気代が安いから。で、残りが、まあ、アメリカ、カナダ、カザフスタン、イラン、北欧って書いてあるんですが、基本的に、そのエネルギーがめっちゃ安い国か、めっちゃ寒くてエネルギーが安い国かのどっちかなんですよね、うん例えばカナダとか北欧っていうのはアイスランドとかも有名ですけど、うん、まあすごく冷却効率は良くて、電気代が必ずしもめちゃくちゃ安いわけではなくても、まあ、その分で勝負できているとか、逆に中国、イラン、カザフスタンとかは、めちゃくちゃ電気代が安い国として有名です、うん。で、電気代っていう言葉でまとめてたんですけど、ちょっと電力価格と電気料金って2つの概念があって、
これちょっと便利だし、次の動画でも、使う情報なのでちょっと説明したいと思います。みんなが、日常的に見る電気代っていうのは電気料金ですよね。例えば毎月自分が支払ってる何千円とか1万円とか、それぐらいの電気料金があると思うんですけど、まあそれって例えば1キロワットアワー20円とか25円とか、そういうふうに固定されてるじゃないですか。でも電力価格、その電力自体の値段っていうのは需要と供給によって常時動いてるんですよね。でこれちょっと右側見にくいんですが、これ日本のとある日の電力価格なんですが、まあ概ね午前中は1キロワットアワーあたり5円ぐらいなんですけど、お昼休みだけ多分工場とかが止まったりするから電力の需要が一気に減って1円ぐらいまで一瞬下がって、夕方にみんな家帰ってエアコンつけたりすると逆に上がって10円ぐらいになるっていう、そういう1日の電力価格の動きなんですね。電力価格と電気料金の2種類の電力、電気代の見方があることが分かっていただけたと思うんですけど、まあ、マイナーっていうのは どうでもいいから電気を安く調達したい、そういう時に、まあ、いろんな戦略が取れます。例えば、1年後まで毎日こんだけの電気をもう絶対に買うから、その分ディスカウントしてくれみたいな、そういう契約、長期で安価な電気料金の契約っていうのはそれ電力会社側ももうなんか前売りしてるんで、ああじゃあ 10% 割引くよとか 20% 割引くよとか、大口だから割引くよとか、そういうことができます。逆に需要が低い時期のみ契約っていうのは電気料金が固定じゃない場所ももちろんあって、例えば季節によってやっぱり電力の供給が変わる場所、これ例えば中国の四川省とかなんですけど、まあ、雨がいっぱい降るときに水力発電の電気が余る、電気が余るからその時期だけでもいいから来てくれみたいな、安くするよっていう、値段が低い時期だけ契約するっていう戦略もあるし、あと最後に電力会社とかはこの、例えばこの右の図で言ったら、お昼休みの時間に1円でしか売れない電気売れないならビットコイン採掘しちゃおうかっていうふうに、その一定以下の電力価格で自動的にマイニングしようと思えばできるはずです。電力会社自体が確かにマイニングに参入したっていうのちょっと前にありましたね。アメリカの企業だったかなと思うんですけど、あれ結局あなたどうなったんですかね。自分ちょっとフォローしてないんですけど、面白いなと思った記憶。多分稼働してます。それまだやってるんですかね。はい、電力会社があったら結構強い気がするけどね。そう、いやもう一番中抜きなしで電気料金が半分反則に近いくらいなんかね、条件いいかなとか思ったんだけど、まあでもマイニングってまあ電気料金が一番重要な要素の一つだけ、他にもいろいろ要因はある。もちろんそんな簡単な話じゃないんですよね。電力会社が参戦したら絶対勝てるわけでも必ずしもないっていうくらい熾烈まあ電気代にもこういうふうにいろんな戦略があります。うん、なるほど。はい、でまあこれ、ASIC については前回の動画でも説明したんですが、ここではもうちょっと踏み込んで採算性の話をします、はい、でこの4年前の最新先端の主力機と、まあ、現在の最先端の主力機、どれぐらい4年前のやつはまだ戦えるんだろうっていう風なところで見ると、まあ、今日のビットコイン価格を$17,300として、まあ、今日のハッシュレート、今日の難易度とかがあるじゃないですか、今日の条件で電気代だけというかそのランニングコストがいくら以下だったら採算が取れるのか、これはもう初期投資とかは考えないその運営コストだけの部分っていうと、4年前のアントマイナー S9 は、1キロワットアワーあたり6セント程度、それより安い値段で電力とまあ、人件費とかそういうランニングコストを調達できるのであればやらないよりはマシ、稼働する、逆に最新鋭のやつは16セントまでいけますっていうことは、日本の電気代だとちょっとギリギリアウトかもしれないけど、大体世界の多くの場所で、少なくとも払ってる電気代よりは多くの、ビットコインが入ってくる、そういうものになります。でこれマイナーによってその初期投資 何ドルでマイナーを買ったかっていうのも違うし、例えば、そのマーケットが落ち込んでるときはマイナーの値段も安くなりやすいし、マーケットが盛り上がってるときは供給が追いつかないからマイナーの値段も高くなりやすいっていうのがあって、すごく一概には言えない系のやつなんですけど、効率の面ではこんだけ差があるよっていう、一つの目安です。うん、はい、なるほどね。で、それをちょっと
一般化すると2種類の戦略、 ASIC に関して2種類の戦略が見えてきます。電気代が高いところだったら電気効率のいい高い、ASIC を買うことで最初の設備投資は大きいけどランニングコストを圧縮するっていう戦略、これが左側 で電気代の安い地域では、まあ、古いもう安い紙くず同然の機材、さっきの S9 とか5000円ぐらいで買えます、うん、5000円のやつを買って初期費用を削減するけどその代わりランニングコストは結構かかるみたいな、戦略の違いがあって、まあ、例えばイランとかに流れていってるのは、古い、機材で、アメリカとかカナダとかで活躍してるのは新しい機材っていうような違いがあります。イランはでも古いやつがしか流れていかないけどそれでもマイニングする、まあ、それだけ電力が安い。そうですね、エネルギーがすごく安くて、うん、なるほど。はい、でまあ、これもさっきから言ってる話の続きなんで端折るんですけど、まあ、この7個ある、左側に7個ある S9 と右側に1個ある、30S、M30S なんですけど、こいつらハッシュレートが一緒なんですよね、この2個両側で、うんうんうん、それぐらい、違うということです。うん、ビットコイン価格が下落したら、これはねマイナーはビットコイン価格が上昇することを望んでいるって言ったんですが、下落することもあるんですよね。でそうするとマイナーの報酬も減少してしまいます。まあ、この時に何も対策してなかったマイナーっていうのは、まあ、採算がもしかしたら取れなくなって、うん、これなんか電気代とかすら賄えないからマシンを一回止めちゃうみたいな判断をするマイナーもいるかもしれないし、逆になんかもう先物でヘッジ、もう未来に掘る分まで売ってたっていう、ある価格で売ってたっていう場合は別に下落しても掘り続けることができる、もう売る値段を確定させてしまったので、いくらで掘っても儲かる、うん、なんならむしろ競合がいない分チャンスみたいな状態が起こり得ます。だからヘッジっていうのもそのマイナーの戦略に、まあ、さっき東さんも言ってたんですけど取り込まれてて、だから結局バランスなんですよね、うん、そのビットコイン価格の上昇にかけるのか、それともヘッジして安定したリザヤを稼ぐことにかけるのかみたいな、うん、そういう判断も考えないといけません、うん、なんかここら辺でも多分どんどん高度化して金融産業化してるという話はちらほらやっぱ聞きます。多分そうなんだろうなと思いますよね。逆に昔だと16年とか17年とかビットコインとビットコインキャッシュの話とかもあって、例のアントプールビットメインの自販が俺はビットコインキャッシュ支援するって言って、まあ、結論から言うと大損したわけじゃないですか。そうそうそう、多分もう今は投資家だったりとか関係者もやっぱ増えてきてるので、ああいうのは多分もう許されないんだ、うんうんうん、もっと堅実な経営をしろっていう感じに多分なってきてるんだろうなと思って、まあそれはまあいいことでもあると思うんですけど、昔のなんかわけのわからないこうワンマンでこれを掘るんだみたいなのが なくなるのはちょっと寂しいなって言っても、実は自分がちょっとするんです。競争が激しくなるほどやっぱりみんなリスクを避けて、ね、なるべく手堅くやろうみたいな感じにはなると思います。そこら辺でもやっぱ最適化しないと競争できないみたいになるんですよね、うんうん。まあ、で最後に、基本的にマイナーは金儲けって最初に言ったんですけど、金儲け以外の意図がある場合も少しだけあります、はい。これも結構ねディープな話ですけど、ね、そう、これ結構面白い話で1個目は、うん、法定通貨でビットコインを買う手段として、これどういうことかっていうと電気代でビットコインが買えるんですよね。これはなんか別になんか、ね、そういう商品じゃなくてビットコインが買えない地域とか、なんかそういうのがあったとしましょう。そういうところででも電気はある、じゃあ電気でビットコインを買おうっていうことができます。まあベネズエラですね、ベネズエラとかベネズエラ、ね、そうですね、まさにこういう感じだね、はい。でもう一つ経済制裁回避の方法として、これはねイランの話なんですけど、ね、まあベネズエラも多少はそうなんですけど、イランとかはまあアメリカの経済制裁があって、うん、その外貨を獲得するのがすごく難しいんですね。米ドルを手に入れるのが難しい、はいはい、でもビットコインなら国内に豊富にある石油とかを使って電力発電して掘ることができる、それが今、うん、イランが結構伸びてきてる理由の一つです、うんうんうん。でもう一個、趣味としてとか暖房として、こういう人たちこういう人たちもまあ、マイナーいます、います、マイナーなマイナーです。趣味でやってるけど、まあ冬だったらギリギリ採算があるから冬はマイニングしてますみたいな。そうそうそうまあなんか暖房だと思えばいいかなみたいな超絶不便な暖房ですけどねめっちゃうるさいし。で、最後に、まあ、次回の動画で説明するんですが、電力エネルギーの、まあ、現金化の方法、まあ、電力に限らず
エネルギーの原理化の方法としてマイニングをしようっていう人たちもいます。うん、うん、なるほどね。いやこれね本当結構実は面白い話で、多分たまにこういう話一部ポロッとこう表に出てきたりするんですけど、自分たちが知らない中でめちゃくちゃこうディープなマイニングの世界はあるんだろうなと。例えばなんかそのまあこれは違法なものなのかもしれないですけど、大量に現金を持ってそれを動かせない人とか、まあ、国内に動かせない、まあ、中国とかですかね、送金制限とかある人とかはその大量の現金を使ってマイニング施設を投資したり作って、そこでビットコインに変えて国外にお金を動かしたりみたいなこともあるみたいな話を聞いたこともありますし、なんかいろんな思惑がね、あとは国家戦略としてね起きてるみたいなところも出てきてるのかな。まあ北朝鮮とかもねなんかいろいろやってるとかいう噂もありますし、はい、各国とかいろんな人がいろんな思惑で、実はやってるってとこありますね。はい、じゃあ最後に、はい、じゃあ最後にまとめると、はい、まあ、マイニングはリスクのある事業、もう本当に産業化されています。でマイナーは、初期投資や運営費用を抑えるべく、まあ、いろんな工夫をしています、うん、マイナーの分布は半分強が電気代の安い中国、うん、残りが、まあ、寒冷地だったり電気代が安かったりする北米、中央アジア、ヨーロッパ、うん、北欧かなにあります、うん。電力センター調達の戦略は、まあ、さっき言ったコストカットの方法なんですが、先物というツールがあるため、まあ、例えばビットコイン価格の変動にどれぐらいかけるか、どれぐらい下落に備えるか、どれぐらい上昇にかけるかっていうのも、マイナーは個別に考えてます。で、必ずしも儲けることが目的じゃないマイナーも少数ですがいます、うん、はい、はい、ありがとうございます。そうですね、今回はマイナーがどんな人たち、何を目的としているのかって話を説明してもらいました。次回はエネルギー、エネルギーの話か。で、はい、これも結構面白い話なんで、ちょっと一部高度というかマニアックな話もあるかもしれないですけど、次回もこちらぜひ見てください。では今回はここまでです。